会社紹介を私の方からさせていただこうと思います。およそ20分程度で、の部分になるかと思いますが、よろしくお願いします。まずは私の自己紹介になりますが、私は、今、LINE グロステクノロジーで開発組織を統括している黒木亮太と言います。まあ、今日は、この会社紹介の他に、パネルディスカッションなどにも参加させていただこうと思っているので、まあ、何か質問などありましたら、今のこのタイミングでなくても、後ほどでもいいので、質問いただければと思います。では、早速。ますね。まず、まあ、我々の会社の、ミッションだったりとか、まあ、そういったところを、知っていただく上で、LINE のミッションというところも紹介しておこうかと思っています。で、LINE のミッションはこのクロージング・ザ・ディスタンスというミッションになっていて、まあ、これは人と人だったり、まあ、人と情報だったり、まあ、人と我々こう提供しているサービスだったりっていうところを身近に感じていただくっていうところをこのミッションに込めています。で、我々グロステクノロジー含めて、このクロージングダディスタンスというところを、しっかり、叶えるべく活動しています。で、そのために、こう、LINE では、こう、成長戦略としては、まあ、メッセージングプラットフォームの上に、スマートポータルを実現しようとしています。まあ、今、メッセージングアプリ、LINE のアプリの以外でも、様々な、こう、事業だったりサービスというところを展開しています。まあ、エンタメ系の、サービスもあれば、ヘルスケアだったり、ペイだったり、そういった多くの、事業っていうのが我々のプラットフォームの上で展開されているというのが、まあ、LINE の、強みになっています。で、まあ、そういった LINE ではたくさんの事業がある中で、組織というのもそういった事業に基づいた形で、作られています。で、例えば、漫画だったり、ライブだったり、ミュージックだったりはこうエンターテインメント事業部という形で、その単位でこう組織、開発組織も含めて、まあ、構成されているんですが、まあ、そういった事業単位の組織っていうところと、その事業をまたいだ形で、横断的に関わる組織っていうところが、まあ、ありますと。で、我々の、LINE グロステクノロジーの役割としては、そういった後者の、まあ、横断的に関わる組織というふうに位置していまして、我々のミッションはこうサービスを成長させるっていうところと、まあ、人を成長させるというところをミッションに掲げて活動しています。で、もうちょっと具体的にどういった業務領域というところをもうちょっと踏み込んでいこうと思いますが、我々はサービスの成長という側面でも、よりこう運営という視点で関わることをグロース開発と呼んで、活動しています。まあ、例えば、まあ、運営って一言で言っても、さまざまなサービスがありますし、さまざまな運営フローっていうのが、まあ、ある中で、まあ、そういったところをこう再設計したり、改善したりとか、あとはそれに関わるシステムっていうところを、開発、改善したり、で、もちろんこう、オペレーションだったり、システム障害だったり、そういったところも あるので、まあ、そういったところの削減だったりっていうところを向上することで、まあ、既存のこうサービスだったり事業っていうところを改善につなげたりとか、まあ、そういった満足度、認知度の向上につながると考えてまして、そういったところを軸に活動しています。で、どんなこうシステム開発だったり事例があるかっていうところをいくつかここから紹介していこうと思います。まずは先ほど横断でさまざまなサービスに関われる立ち位置という話をしましたが、まあ、そういった強みを生かして、特定の一つのサービスで利用できるだけではなくて、まあ、この後、弊社の村田からシステムの紹介などもありますが、まあ、その例の中でも、一つのサービスではなくて、複数のサービスで利用できるっていうところを前提に、システム開発を行ったりしています。ここに画像で挙げているものが LP ジェンと呼ばれるシステムなんですけど、こちらはサービス側でこうランディングページをこう作りたいけど、なかなかそういったツールがないだったりとか、企画だけでこうランディングページを作るのがこう難易度が高いっていうような要望があった中で、まあ、企画者だったり運営者でランディングページを手軽に作成してデプロイまでできるっていうふうな思想のもと作られたシステムになっています。まあ、これを導入することで、今までこうエンジニアにランニングページをこう作成依頼をしてたところが企画で完結するので、まあ、施策の展開だったりも PDCA を早く回せたりとか、まあ、そういったメリットが生まれました。
あとはそういったこう普通のサービスで利用できるというだけではなくて、もちろんこう特定のサービス運営での課題を解決するっていうところも大事になっています。例えば、まあ、ここに挙げてる例だったりすると、LINE ニュースっていうところだと、まあ、いくつかのこう紙画面が あったりとか、まあ、一つのこうフローを取っても複雑なフローになっているので、単純にツールを導入するっていうだけではなくて、まあ、しっかりそのフローを改善しながら、ツールの導入だったりシステムの導入っていうのが必要なフェーズになっているような、サービスもあります。そういったところには我々もこうしっかりこう入り込んで、何が課題になっているかだったりっていうところをまあ紐解きながら、必要なシステムに必要な運営フローの改善っていうところに入っていくような、アプローチをしています。あとはサービス領域でも特にこう LINE で注力領域と掲げている事業に我々も優先的に入っていて、今だとミュージックっていうところだと、まあ、ミュージックの皆さん使っていただいているかもしれませんが、ミュージックのプレイヤーアプリだけではなくて、レーベル向けに、レーベルさん向けにもしっかりこう分析データを返したりとか、そういったものも必要になってくるので、そういったレーベルさん向けのシステム開発だったりを我々の方で担当していたりとか、まあ、出前館でも皆さんこう使っていただいているこう頼む部分ではなくて、あとその発注、まあ、加盟店向けのシステムだったりっていうところも同じぐらい大きいシステムになっているので、まあ、そういったところを我々の方で担当して、LINE のシステム開発チームと一緒に開発しているみたいな動き方をしています。まあ、こういったいくつかの事例があるんですけど、LINE グロステクノロジーでは今、複数のチーム、10個ほどのチームで、これら の改善活動をしています。それぞれ担当する領域というか、向き合う領域というところがあるので、まあ、そこでこういったさまざまな活動で横断的にこう組織を関わっているというのが、LINE グロステクノロジーの、まあ、全体的な活動になっています。で、あとは、ここに挙げているのが、LINE でこうよく使われている技術を列挙しています。まあ、LINE では、特定の言語だったりフレームワークでシステム全体を統一しているというところはなくて、それぞれのシステムだったり、あとはそれぞれのチームだったりというところで裁量を持って技術選定だったりとかシステム設計というところを行っています。まあ、サーバーサイドでもよくとはいえこう使われている技術っていうのはいくつかあるので、ここにピックアップさせていただきましたが、サーバーサイドだと Java コトリン Go だったりが、最近言語としては利用されている傾向が多いかなというところと、まあ、フロントエンドだと JavaScript、TypeScript というところを利用して、フレームワークは React だったり Vue だったりを選択することが多いというふうに印象としては思います。はい。で、そうですね、ここからはなぜ我々の組織が LINE の組織と切り離してこういった活動をしているかというところの背景をちょっと説明させていただくと、まずこう前提として我々こうサービスの競争力を最大化するというところが先ほどのミッションのところでも LINE のミッションの中に込められていますし、まあ、こういったことをしっかり行っていく必要があるかなと思っています。でここに挙げているサービス A とサービス B というところを例にとってちょっと紹介していくと、まずはサービス A、サービス B それぞれまあ、サービスをまあリリースしましたと。で、まあ、それぞれこうリリース後にこう改善活動などを行って、まあ、ここまで機能が安定してくれば、あとはプロモーションなど、要するにこう流入を増やすことで、よりこうサービスの成長をさせるみたいなところで、まあ、マーケティング施策などを行っていくことが、まあ、一般的なこうサービスを伸ばしていく上で取られる施策かなと思います。で、もちろんこうマーケティングっていうのは一種の何ですかね、流入させている部分なので、もちろんこうそういったマーケティングをなくしてしまうと、まあ、徐々にまあ、そこ の流入というのは減っていって、最終的にはこう元のサービスの成長曲線というところに落ちていくかなということを想定しています。でそこで、さらにこうサービスをどうやったらしっかり伸ばしていくかというところでいくと、まあ、しっかりこ のマーケティングに合わせて、まあ、こういった改善活動っていう運営だったり、運営品質を上げるだったりとか、サービス満足度を上げるっていうところで、まあ、
並行してサービスの機能開発だけじゃなくて、サービスのこう運営っていう視点でも開発をすることによって、ユーザーの満足度などが上がることで、こうよりグロースの、まあ、角度というか、サービスの成長曲線の角度が上がるというところを考えてます。で、まあ、そこに必要なところというのが、我々グロース領域として活動しているところが重要かなと考えているので、そういったところを専門的にやる組織というのができたという背景があります。で、まあ、こういったところはもちろんこうサービスを一回こう入って活動が終われば終わるというところではなくて、しっかり継続的に入っていく必要があるというところと、あとはリリースしてマーケティングする直前に例えば入ったとしてもなかなかこう根本的な改善ができなかったりするので、こういった部分はしっかりリリース前の段階から関わっていくことが理想かなと考えています。まあ、なので、まあ、いわゆるこう LINE グローステクノロジーの役割として、まあ、プロダクトライフサイクルとまあ合わせると、まあ、左側からサービスをこう立ち上げてローンチするっていうところと、あとはサービスを導入する、まあ、伸ばしていく、先ほどのグロースポイントに持っていくっていうところと、しっかり成長させるっていう3つのフェーズに分けたときに、まあ、しっかり左のフェーズから我々の組織が LINE のサービス開発チームと一緒に入ることで、まあ、サービスの立ち上げっていうところではスピードを重視な開発をして、まあ、導入のフェーズになってくるとよりこうサービスの品質、運営品質というところが重要になってくるので、まあ、そういったところではそれぞれの組織で役割を持って、導入から成長までつなげていくというところが、我々 LINE グロステクノロジーと、まあ、LINE のサービス開発組織の中でやっているような役割になっています。でまとめると、LINE の組織だと、事業開発っていうところ、事業だったりサービスを01で立ち上げるというところに、組織的には強みを持っています。で我々 LINE グロステクノロジーは、そういった事業だったりサービスっていうところを、まあ、継続的に、横断的に成長させるというところを目的に、できた組織になるので、そういったところをメインの領域と置いていますというところが、まあ、LINE グロステクノロジーの立ち位置というふうな説明になっています。で、ここからは、まあ、グロステクノロジーだけではなくて、LINE の、まあ、カルチャーだったり、制度だったり、そういったところの紹介を、簡単にさせていただこうと思います。で、まずは LINE のこう文化だったり、カルチャーというところになりますが、この3つの単語をよく使っています。1つ目がテイクオーナーシップというところで、まあ、これは我々こうサービス開発だったりする上では、いろんな事業だったりいろんな役割の方がいます。まあ、開発だけではなくて、まあ、企画運営など、あとデザイナーとか、まあ、そういったの方も含めてたくさんの方と一緒に活動するので、まあ、それぞれがしっかりオーナーシップを持って、まあ、そこに向き合うというところをすごく重要しています。なので、こういったオーナーシップを持って活動活躍できる方というのは、LINE の文化にはすごくマッチするかなというところと、あとはチーム開発というところを基本にしているので、しっかりこう仲間とまあ、信頼して尊重し合えるような、関係を大事にするような方というのももちろん重要です。あともう一つ最後に Be Open というところですが、これは LINE の文化の中ではこういった Be Open というところが根付いていて、まあ、例えば、まあ、開発でいくと GitHub だったりとか、あとはまあ、ドキュメントだったりも基本的にはオープンになっているので、まあ、そういったオープンに倒す文化だったりとか、あとは、関係のところもフラットな形で、まあ、常にオープンな形の文化っていうのがあるかなと思うので、まあ、こういった3つの単語っていうところに LINE の求める人材だったりとか、まあ、カルチャーっていうところが現れているかなと思っています。あとは制度的なところで人事制度をいくつか紹介します。一つ目は、レベル制度。まあ、これはキャリアの考え方になるんですが、LINE では I レベルと M レベルという2つのレベルを使っています。で、これがいわゆるエンジニアであればエンジニアのスキルレベルだったりをこうしっかり上げていく上で指標となるものになっていて、I1 から I7 まであるので、まあ、それぞれのレベルで責任範囲だったりとか役割っていうのが
定義されています。まあ、これをしっかり上げることで、ご自身の、スキルレベルをキャリアとして上げていくっていうところと、あと M レベルの方は、マネージャーの役職についているレベルになっていて、まあ、これは明確にレベルを分けています。で、M レベルの方は、先ほどのチームの中にいるマネージャーにの役職について、つくものになるので、まあ、こちらはいわゆるこうピープルマネジメントのレベルになります。まあ、チームのマネジメントから組織のマネジメントだったりというところで上がっていくようなイメージですね。で、それぞれのレベルに関しては、またどっちか片方にこう必ず寄せなくちゃいけないということはなくて、I レベルと M レベルというのは両方こうつけることもできますし、まあ、片方で行くことも可能です。まあ、そこはこう自身のキャリアだけに合わせて設計できるようになっています。で、開発組織の、マネージャーの方だと、まあ、1チームだいたい7名前後だったりするので、まあ、業務の大半をこうマネージメントに費やすというよりは、ご自身も、3割ぐらいをマネージメントにして、7割をプレイヤーとして、プレイングマネージャーの形で活躍されている方が比較的多いかなと思います。あとは評価制度ですね。こちらは評価のタイミングで P レビューと C レビューと大きく2つを使って総合的に見てます。で、P レビューの方は、まあ、パフォーマンスなので、秘書に上司とこう目標を設定した部分で、どのぐらいパフォーマンス、そこに出して成果を出してるかっていうところの評価です。で、C レビューの方は、これは360度多面評価になっていて、まあ、チームのメンバーだったり、関わりが深い、こう、チーム外でも関わりが深いメンバーからフィードバックをもらうという機会をここで得ています。まあ、これらは匿名の形で本人にも公開されるので、まあ、そういったところでご自身の中で気づきにも使っていただけるかなと思います。あとは最後に働き方ですね。今 LINE では LINE ハイブリッドワーキングスタイルというところの制度が進行しています。まあ、これは出社を前提と置かずにルールを作っていくっていうところになっています。で、ちょうど今月ですかね、こういったところのアップデートなども走っていて、よりこう出社にとる前提ではなくて、ハイブリッドな形での働き方っていうのがアップデートされています。まあ、今だと通勤手当というところで飛行機だったり新幹線というところも利用可能になってますし、月上限で15万まで通勤手当が出るような制度にアップデートしています。まあ、その他にも今新型コロナウイルス対策というところにいくつかこう導入済みの制度だったりもありますので、まあ、こういったところは会社としても取り組みながら、より良いこう環境 の整備というのを進行しているところになります。はい。以上で、簡単にはなりますが、会社の紹介になります。